牛タン焼きの発祥地として知られる仙台。その立役者は味賀助の初代佐野慶四郎氏です。昭和23年に仙台市中心部に牛タン焼きの専門店を開き、全国にその味を広めました。佐野慶四郎氏は山形県西里村の農家に生まれ、東京で料理の修業中にフランス人シェフから牛タンの味を教わり、日本人好みに工夫を重ねました。彼は牛タンの魅力をこう語ります。東京で日本料理の修業中、牛の舌ほど美味しいものはないと言われ、自分で焼いて食べてみたら本当に良い味だった。戦時中は焼き鳥の屋台を引き、戦後は仙台に定住。開店当初の物資不足の時代でも牛タン一筋で続ける姿勢が評価されました。佐野氏は平成6年に他界しましたが、その後味助は長男の佐野和夫氏が引き継ぎ、現在も多くの人々に愛されています。以上が牛タン焼きの生みの親、佐野慶四郎氏の物語です。彼の情熱と努力が今日の仙台の牛タン文化を築き上げました。現在も味助は3代目が切り盛りする仙台での有名店です。